ああ、聞こえてるでしょ。いや、もう、じゃあ。あ。そんなかからん。ジュースの中。ラーメン食うだけで重曹から大変だろうな。じゃあ、あの養分さんの住所、あ、場所知ってる。道頓堀集合の方がいいんだ。とりあえず養分さんの家に行けばいいと思う。家に行って待ってれば出てくると思うので、じゃあ、場所を LINE で送っておく。わかりました。じゃあそこに合流してラーメン。何分かかるんだろう。30分まで来るでしょ。酒飲んでないのか。昨日飲んでるよ。てかこいつ車で来れないじゃん。飲んでるから。タクシーで来るらしいぜ。タクシーで、タクシーで重曹までいくらかかるんだろうな。電話してみよう。わざわざ呼んでラーメン食べて帰るさ、かわいそうだよ。あ、ごめんね、なんか突然。あ、いやいや、ありがとうございます。うん、もう飲んでるから車でタクシーで来ると5000円とかかかるでしょ。どこに行くんすか。道頓堀、あの道頓堀すか。あ、5000円ぐらいかかる、やっぱり。はい、夜中やから結構高い。ああ、それちょっとかかりますね。これラーメンだけでそれ来るのはちょっとね。ああ、顔をかけてくれて、ありがとう。確かにそうですね。そうだよね。はい。いや、またの機会にさせて。そっちの方がいいね、これ。うん。無駄な金使うだけだから。あ、すいません。でもありがとう。また企画があったら誘いますんで、機会。誘って。よければ。はい、誘いますんで、ありがとうございます、本当に。ごめんね、参加できなくて。いや、全然いいんですよ、本当に。ここまで来てくれただけでも全然いいんで。ん？え？え？ちょっと待って、車誰が運転でもできるんだから。いや、飲んでるからできる。だから私もそうか。だからか。今、ああ、ちょっと、うん、ああ、ボーさん、あの、青す、あ、久しぶりやね。うん、青す、うん、なんかもうちょっと近く、あの、もうちょっと違う、これないですかね。ラーメン、ラーメン屋がないんだよ、やってるとこが。上手に、ビーバーなんで。だ、今日はね、もうしょうがないな。うん、どうしても空いてんすよ。ま、また、あの、俺、大阪数日間いるから。うん、あ、確かにそうだ。あ、4、5日いるって言ってた。じゃあ、また会ってくれますか。また、うん、遊ぼうよ、一緒に。マガサツさん、競馬とかやらないの？いや、全くわからないんで。やったことないっすね。まあそんな感じです。金杯さん、またあのよかった、日曜日ね、日曜日火薬の家に集合するけど、来る？ああ、僕は行きたいですね。うん、競馬やろうかなと思って。ゼリがないですよ、ゼリが。いや、競馬稼ぐんでしょ。火薬に借りればいいんじゃない。いや、だからゼリがないから、前回あのもらったんですよ。うん、金がなさすぎて、うん、2000円もらって、3000円もらって、やばいんで。増やすしかないじゃん、それを。じゃあ、えい、もうだから、もうそう。金橋さん、うん、どうやったら稼げるんですか。どうやったら稼げる。名前売るしかないね、もっともっと。お願いしますよ、うん、兄さん、どうするんすか。あ、あん
たはね、落ちどころがないんだ。もう殴ってる。酔っ払いじゃん、ただの。みんな売名したいんで、言っていいですか？10倍、5倍、ありがとう。誰し、全く知らないんだけど、来ないでください。誰、全く知らないな。ターボーはでもうなちゃんマンを逮捕させたっていう実績があるから、ね、実績がターボーやりよるな。それ活かせて、全然活かせてなかったけどね。ミュウツーとターボーは合わせたら事件が起こるよ。あれ、 S 役は俺ブロック解除になってる。本当だ、 S 役のブロックが解除になってんだけど。数ヶ月か1年ぶりぐらいに解除になってんだけど。コメントしない。久しぶりって、うん、今度コラボしようって。久しぶり、今度。あの、金がゼロになることはない。なぜなら金がゼロになった俺はウーバー入ると1500件やってきたんだから。半年ぶりぐらいに。久しぶり、今度コラボしよう。いや、俺はまだちょっと違うよ。陽軍さん、俺のことを多分分かってないでしょ。ほら、来たな、いきなり。違うよ。長より長い挨拶してちゃんとしてるけどさ、本当プライド高い男だな。これまたこう、また会おうたら俺またブロックされるじゃん。復活、いや復活じゃなくて、俺らはオワコンの必要額が大事なんですよ。オワコンが、俺みたいなオワコンいないんだから。バエさんの言った通りだね。違うんだよ、やばいね。だけどこのコメント、陽軍さんってこんななんかちゃんと喋れる人だったね。お前めっちゃディスられたけど。俺は喧嘩系じゃないんでね。陽軍とコラボ中聞いたよさっき、これだから売れねえんだろうな。俺じゃないでしょ、どう考えたって。今は俺はもう大変な時期だから。エサバもっと気軽に絡む時が来たらね。絡んでも仲良くなれないだろうな。絡むよ。気が合うとは思えないな俺。絶対仲良くなれなさそうだよね。違うんだよ、時期じゃないんだよ。絶対仲良くなれないだろうな。イーフちゃんまで来て仲良くなれるのかな。やっぱりニコ生じゃない、ニコ生通りじゃない。初めて会った人が本当のさよならになるんだろうな。違うんだよね。違うんだよ。絡む時が来たら、基本的に絡むこともないよ。キャスバーがないんだから。交わることなさそうだもんな。
アルティメット篠田もブロックされたよね。あの叩き配信したらブロックされた。